キゲジと2001年7月から2005年7月の県、キゲジは、ウガンダ南西部の伝統的地域。北に、エドワード港を挟み、トロー王国東に、アンコーレ王国南に、ルワンダ東部州及び、北部州西に、コンゴ民主共和国北キブ州と接する。キゲジの主な住民は、バントゥー系のキガ族で、最南部に、フンビラ族と少数のとは、北部に、 コロロ族が周辺国のように海藻社会を形成したが、キガ族はそうでなく、雑穀などを栽培しながら牛などを飼育する農耕社会であった。イギリス植民地時代に、ブニョロとイギリス及びブガンダの戦争に巻き込まれ、住民にも被害が出た。イギリス及びブガンダに解放されるまでキゲジは、ブニョロの従属的地域であった。キゲ事件が置かれ、イギリスは、 他の地域同様にコーヒーなどを商品作物として栽培させようと試みたが、この地域では食料が商品作物となった。ルワンダ紛争に伴い難民が流入した。イディアミン政権時代の1974年に南北に分割され、1980年に南部がカバレ県、北部がルクンギリ県に解消された。ヨエリムセベニ政権時に地方が廃止され、 西部地域の一部とされた。1991年5月にカバル県西部がキソロ県に分割された。フンビラ族はルワンダ人に等しく、キゲジはルワンダ愛国戦線のルワンダ侵攻の拠点となった。2001年7月にルクンギリ県西部がカヌング県に分割された。またキブ紛争の難民も流入した。人口密度が比較的高く、 近隣地方に移住した、気が族が土地紛争などで海外に流出する例も多い。ありがとうございます。